1回目で、はい、今日は盛りだくさんに行きます、お届けしたいと思います、はい、お名前スタッフ田中です、はい、オーナーの古川です、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ですね、今日はですね、うん、明日がひな祭りということです、ね、もう店頭にも朝から何組かひな祭りのお買い物にいらっしゃっていただいております、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、なんか盛り上がるようにということでですね、うん、なんか4つぐらいねやってますけどね、うん、まあ、あと、まあ、それは後に話をするかな、はい、で、今日はですね、うん、ひな祭りのね今、うん、商品いろいろあるんですけれども、うん、絶賛楽天ヤフー、うん、アマゾン自社サイト、電話でのご注文も大丈夫です、受け止まってるんですけど、うん、通常ですね、はい、即日出荷っていうのがお昼12時が締め切りで、アスラクとかね、アスラクとかアスツクとか、うん、即日出荷っていうのが例えば3月3日にお届けしようと思うと、うん、3月2日のお昼までにご注文いただいたものを3日着っていうのがもう今最終っていうところなんですが、なんとこのライブ配信がですね今日の、12時半からということで、はい、本日に限り、即日出荷対応に関しましてはお昼1時半まで、すごい、受けちょっとスタッフのみんなの努力でできるということで、すごいすごい、間に合う間に合う言ってくれてるので、はい、1時半までにですね楽天ヤフーアマゾン電話、自社サイトからのご注文に関しまして、うん、本日出荷いたします、そうだそうだ、まだ間に合います、はい、じゃあ説明、はい、はい、商品ちょっと説明しましょうか、ね、そうですね、ちょっと21種類あるので全部っていうわけにはいかないんで、ちょっと今ここにあるものいくつかね、どれもまだ大丈夫ですよ、はい、まあ、これがまずひなあられでございますね、かわいいよ、いい、あれはステッカーは名前札お願いします、はい、こちらはですねあられって書いてるんですけど、まあ、米粉をベースにですね、茶色は馬肉と米粉は合わせてて、で、ピンクは鮭、緑はブロッコリー、めっちゃ美味しいこれね、私ボリ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 食べちゃう、うん、ね、美味しい、プロテインも入ってる、プロテインも入ってますよ、しかもね、ね、ちょっと水にこだわってますんで、そうです ね、なんかワンバナ、うん、うちで作ったやつやったらちょっと横向くけど、ワンバナのやったらなんでこんな違うのって、何が違うのって聞かれることも多々ありますね、そうですね、水かな、調理器具とお水でしょうねとか、まあその製造の方もですね、うん、色にすごいこだわったり、はい、調理時間とかもすごい栄養状態も考えてお作りしてるっていうとこだと思います、煮すぎたらね栄養が落ちるから、ね、落ちるし、ブロッコリーの色が悪くなったらあかんとか、こうみんなこだわってます、すごいですね、これがまあ、はい、あられですね、はい、こちらはですね2つ入っておりまして、1100円です、はい、かわいいです、うん、で、いろいろあるんですけど、次これいこうか、うん、三色団子、これハモですよ、そう、もう見た目このまま冷蔵庫入れてたら息子さんとかご主人食べちゃいますよね、食べたって話聞く、聞くんで、でも甘くないです、ワンちゃんってなんか甘いの好き、うちの子っておっしゃる方多いんです、本当に混ざいてるよね、全然いらっしゃるんですけど、うん、確かに甘いものを好む子はいる、まあ、なんで好むかっていうと甘い味にこだわってるわけじゃなくて甘い香りが好きっていうことですね、であんまり甘いもんいっぱいあげてしまうと糖尿とかも、全然ワンちゃんの糖尿もご相談あったりするぐらいなので、まあ、気をつけた方がいいもんね、うん、はい、糖尿なんかも助かるの難しいんですけど、はい、はい、でひしもち、ひしもち風テリーヌですね、そうなんです、ね、三色テリーヌをね、うん、ひしもちにするっていう技をね、はい、製造部が出した、ケンケンが ね出してくれましたね、すごいよねこれ、これもでも10年ぐらい経つんかな、この製法で作るようになって、でもすっごい映えるよね、うん、10年で効かないんじゃん、うん、いやこっち来てからっていう噂やから、うん、この形状になったのは10年ぐらいだと思います、そうそうそう、はい、で、ひな祭り限定カップケーキ、もうこれもかわいいのよ、お、え、何、ひ、おひな様とおだいり様の、うん、そうお顔に黙ってんねん、ちょっと怪しいやん怪しい、間違えた、はい、っていうことで、これもすごい人気ですね、で次手まり寿司、これが一番かもしれない、お店は店頭はなんか手まり寿司をネットで見てあれが欲しいって言ってくださる方めっちゃ多いね、可愛いもんね、うーん、手まり寿司、いちご大福も人気、なんかね、ちゃんと一つずつカゴにね、そうそう、手まりはね入ってて、うん、一個一個中に馬肉団子が入ってるんですけど、うん、
あの鹿ロースを巻いていたりとか、ハモを使っていたりとか、馬肉を使っていたりとか、もうこだわりだらけ。キュウリを使っていたりとか。で、いちご大福。いちご大福も、いやもうこれあんこと思うかもしれないんですけど、違うんです。馬肉なんです。しかも米粉で作ってるんでしょ。米粉で作って練ってね、やってくれてますね。細かいよな。さあ、はい、もう芸が細かい。素晴らしい。で、オードブルも人気ですね。うん、あ、そう。はい、オードブル。先ほど店頭でオードブルといちご大福を買い求めいただきました。はい。でも、男の子やからとか、女の子やからとかって結構、あの、気にされる方もいるんですけど、男の子のワンちゃんもみんなひな祭りしてますね、今ね。うん。はい。ぜひ。間に合いますよ、まだ。健康に、ね、健康を願ってとかさ。そうですよね。美味しいもの食べてる姿ってね、見てて一番幸せですよね。もう、ほんとそう思う。うん、目向いて食べてる姿、ここ今ねいろいろやってるからさ見れるもんね、めっちゃ可愛い、ね、でひな祭りケーキ、はい、であとは午前とかねありますね。で午前の方には、11種類のちらし寿司が、ちらし寿司、はい、入ってます。これもあのワンバラ独特なんですよ。はい。でこのちらし寿司は今店頭の方でねイベントでプチお食事会っていうのをやってますよね、はい、すごい。あの今日4日までやります。それまあ後でお話したいと思うんですけど、うん、まあとにかく1時半までやったら明日着くよっていうのがまあすごい。ただ北海道と、沖縄と一部九州は行けるんかな、東北岩手とか青森とか、ちょっと大阪から遠くなっちゃうところは中1日かかるかもしれない。まあでも週末にひな祭りする人も結構いらっしゃると思うんですよ、うんうん、そうかもしれない、ね、だって明日金曜日やもんね、だから土曜日にするとかやったら全然間に合うし、日曜日もね、はい、はい、で全商品にはですねこちら名前バタシールかわいい、ここにですね、ワンちゃんのお名前書かせていただいて、ご注文の時にワンちゃんのお名前を書いていただいたらこちらでね代筆させていただきますし、もしワンちゃんのお名前がなかったらこちら無記名っていうのかな、無記入で一緒にお送りさせていただいております。はい、はい、なぜ1時半まで今日そうね、で、はい、あと、はい、こんにちは、ドッグスポーツ愛知の、ミルクちゃんのママさんですね、はいはい、こんにちは、見てくださってます、ありがとうございます、元ちゃんと見てます、お、元気くんと見てくれてるよ、はいはい、今日ひな祭り商品届く予定です、ありがとうございます、もうどんどんコメントください皆さん。なんかインスタで見たけど、うん、届いてすごい嬉しいですっていう、うん、あ、当たった。名古屋の、ミルクです。昨日ワンちゃんドームのくじで、ワンニャンドームのくじで当たったひし餅とひなあられが届きました。明日食べてくださいねと、そうです。ミルクちゃん。いいですね。ありがとうございます。ございます。まだ間に合うからね、皆さん。ね、お吸い物。お吸い物。こちらはですね、もうこれみんな、いや、お吸い物あんの？って言い張る。ワンちゃん。そうなん、うん。まさかそのワンちゃんとひな祭りでお吸い物あげれるって思わへんのかもね。でこのお吸い物はですね、しじみ汁、馬肉、人参、かぼちゃ、さつまいも、寒天を、固めて、でそこにお湯をかけて溶かしてお吸い物みたいなことですよね。でこういうふうな、こういうセットとかで。重箱付きまで。重箱付きの。オードブルとお吸い物とか。うんうん、あなれとお吸い物とか、まあ、いろんなセットでねこのお吸い物を購入される方多いです。そうですよね。なんかねセットになってるのもありますよね、なんかさっき購入されてる方いらっしゃった。あ、そうです、そうです、セットにヤフーかな、セットにできる、でも豪華パーティーセットもある、うん、彩りセットもあるよね、うん、すごいね、知らなかった。はい、で今ですね、まあ、よくちょっとこのひな祭りの紹介をしながらですね、うん、まあ、これをちょっとご紹介したいと思うんですけれど、今もうワンバナもうイベント盛りだくさんで、もう毎日楽しく皆さんに喜んでいただいているっていうことなんですけど、何がいっぱいって何か、まず一番、まずひな祭り、こちらの商品が、店頭販売でその場でお買い求めいただける、うん、2、ひな祭りの今セットがありますね、お買い物していただいてワンちゃんと一緒に来ていただいたらこちらでセットで撮影させていただく、3、ひな祭りプチお食事会、
これがなんかすごい盛り上がってるよね。で TikTok で、うんうん、全て動画が上がってるんですけど、食べていただいたものを、ね、そうそうそうね、編集してね、うん、TikTok でぜひねワンバナ検索していただいたら、はい、ぜひ皆さん登録していただけたら、インスタもあります。はい、うん、プチ食事会、まあ、こちらご来店いただいてお買い物していただいて、ワンちゃん一緒じゃないとちょっとなかなかできないんですけど、うん、それを、この台の上でですね、このちらし寿司11種類の食材を使っているちらし寿司をそこで食べてるところを動画で撮るっていうね、すごいよね、みんなのあの顔、ワンちゃんのなかなか台の上やったり環境が変わって緊張して食べれない子も中にはもちろんいるんですよ、うん、そういう場合もちょっと持って、その場をお持ち帰りいただいて、お家で美味しく食べましたって言ってくださる方も多いですね。それとなんか食の細い子がすごい顔して食べてるね、うん、かわいい、びっくりする、かわいい、癒されるよね、食べてる姿。飼い主さんもやっぱすごく喜んでくださってますね、はい、で4番が、こちらもあの春の健康維持トライアルキット、こちらもですね、ネットと店頭でどちらも5000以上、商品代金が5000以上お買い求めいただくと、こちらのこれもすっごい喜んでくださるよ、なんかすごい言われた、あれ嬉しいわ、どうやった、はい、こちらがですね、プレゼントされる、はい、で店頭はもうその場でお渡しさせていただく、でネットの場合は、例えば冷凍商品やとこれ一緒にお送りできないので、常温商品だけの時はこれを同梱してお送りするんですけども、冷凍商品をご注文の場合は後日こちらを郵送でお送りしております。へえ、そうだったんですね。これ冷凍できないので、はい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 、なので商品届いたけどこれ入ってないよっていうことはないですね。後で別荘で送られてくるのでご安心いただければと思います。で何が入ってるかっていうところをちょっと簡単に説明したい。すごいね、すごいんですよ、盛りだくさん、うん、ちょっと持っていてもらえますか、はい、使う、オーナー使う、こちらですね、まず、花びら竹 100% すごいよ、もう私もすっごいお世話になってる、私、あ、そうなんです、これのおかげでもありがたい、まあ、ちょっとね恥ずかしいから言わんとくけど、まあ、これはぜひね、これのまず小袋サイズ、何かっていうとですね、まあ、キノコですよね。でベータグルカンって言われてる成分が、まあ、キノコの中で一番多いって言われてるのが、そう、花びら竹を超えてるから、ね、余裕で超えてるんですよ。本当にこれね、冷たい、うん、なんかみんな悩むんやったらこれ取ってほしい。便秘の方にもいいし、生活習慣病とか炎症とかね、ユーワンちゃんとかにもいいしね、お腹キュルキュルにもいいよね、お腹キュルキュルにもいいですね。これがまずこの小袋で入っています。で次がですね、乳酸菌マックス、5種類の乳酸菌とビフィズス菌と納豆菌と花びらだけが入ってるんですね。これ腸まで届く、腸まで届く、胃酸で溶けないっていうね、うん、でビルベリープラス、こちらはもう抗酸化ですよね、もうワンバナーで、ね、目にもいいし、うん、タウリンも一応多く入れてるので、うん、抗酸化力もあるし、あとペーハーコントロールにもなります。これトーマス出そうかな、ぜひ、おしっこがどうしてもアルカリによりやすい子とかね、すごくいいですよ、血石、はい、すごくいいと、はい、でこれを全部小袋で、この白いのが3つ入ってるわけですね、はい、まずね、はい、で次このワンオイル、これすごい、すごい人気で、もうどんどんなくなって製造が追いつかないぐらいになってきてます今、はい、すごいね、はい、でこれは何なのかっていうと、まあ簡単に言うともうスペシャルオイルでございまして、魚の油を、ベースにですね、そこにコエンザイム Q って天然のものですね、で小麦胚芽油っていうのをこう自分たちの黄金比率でここをブレンドしておりまして、そう、はい、ネオレイン酸と、あ、そう、はい、オメガ3、オメガ6、オメガ9って入ってるんですよ、うん、そうや、でこの容器も酸化しにくいように作ってて、で例えば太らしたいっていう時にもすごくいい、でもあんま太らないよね、魚の油ってすごいよね、うん、でコレステロール値が高いとか中性脂肪が高いっていう子も全然安心してあげれるし、肝臓、腎臓、膵炎、心臓、脳でアレルギー、まあ、ありとあらゆるところですごく役立ってくれると思います。 うちはこれでね生き返った、トーマス君これなかったらマジでやばかった、死んでたね、死んでたね、
体温が一度下がってますからね。そう、体温を上げる。でこれの、お試し、なんかやっぱ多いし、ちょっと気にはなるけど、うちの子これ食べへんかもって思われて、なかなかちょっとお試しにするのがね、躊躇する方もいるかなと思うんですけど、普段食べないのにやっと食べれるようにいろいろ食材見つけたのに、うん、こんなんかけたら食べないんじゃんと思うよね。そうそうそう。そうでしょ。で、それの小袋、少量サイズっていう感じなので、なんかいろいろ試すっていうのにだからすっごい喜んでください。前から試してみたかったんですみたいな人とかを思う、うん、で今このひな祭りとかいろんな商品で5000円以上になったらこれがもらえるっていう、4日発送の分までね。4日注文に対してです、これは。あ、注文に対して、はい、これは注文は別送したりするので、注文、2月25日から3月4日のご注文で5000円以上に対してこれをお付けしてます。あ、すごいね。ひな祭りに関係ないわけでしょ。ひな祭りには関係ない、時期がちょっとね、でもめっちゃほんまにこれめっちゃ喜んでもらえるからまたやりたいなと、ね、なんかこれをまたプレゼントじゃなくても、なんかこういう小袋タイプをなんかお買い求めやすく販売してもいいかなと思ったりして、であともう一つが間もなく発売、もう3月中旬後半ぐらいにはもう発売になると思うんですけども、あれアロマケアミストっていうのをついに発売します。でワンバナっていうところはですね、もう妥協はまず一切できないし、万が一こう手とかこうお口の周りとか拭いた時にこうワンちゃんが舐めてしまうかもしれないじゃないですか。でそうなった時に負担がかかるものっていうのは絶対使えない、うんうんうん、だからエタノールアルコールとかそういうものも使ってないし、うん、なんていうんやろ、こう天然じゃないもの、負担がかかるようなものっていうのはもう全く入ってないんですよ、うん、でこれに関しては虫除け、ケアにもできるし、毛がもつれにくいねよね、ドリップ。そう、これをかけていただくと静電気もね起きにくくなったりとか、ブラッシングとかにもすごい使っていただける。これもう間もなく発売なんで、いろんなちょっとねタイプ別で出したいなと思ってるので交互期待でございます。はい、はい、いこれすごいですよ。はい、ね、よく踏み切りましたね。みんなちっちゃい中でも読み込めませんでしたね。ちっちゃいのでね、なんかみんな一生懸命詰めてね、うん、はい、やってます、詰めてる姿がねすごいな。でもなんか、ね、誰やったかな、うち の鈴木スタッフ鈴木がオイル詰めるのが楽しすぎてストレス発散になるらしい。へえ。あー、すっきりしたって言ってた、終わった。面白いね、すごい楽しんでやってくれてありがたいと思います。はいはい、はい、次続いて、はい、どんどん行かなきゃいけないですね。ここまででも言わないといけないことはまず一通り言えたのかなっていうことで、はい、ここからはですね、18年ワンバナ18年やってるんです、うん、ね、ありがとうございます。でそれの、ことをですね、まあ、どういう感じでワンバナが今までやってきたのかっていうね、うん、ところをまあちょっと今日はお話ししたいなと思ってるんですけども。そうなんです、はい、で18年前と今現在では雲泥の差というか、なんかこんなことが起きるのっていうぐらい世の中が変わりました。そうですね、なんか手作り職なんか誰も見向きもしなかったし、うん、なんか全然誰もね興味もなかったような時代ですよね。セカンドオピニオンって何みたいな時代ですよね。まだまあ、セカンドオピニオンって言葉はあったけど、とかいろんなことがもう本当にこれでいいのみたいな、無添加のまずおやつがほとんどなくて、本当にそんなんでいいのかなみたいなこともいっぱいあったし、ね、まあ、今やもう本当に無添加のもの増えましたけども、無添加って書いてても裏に添加物書いてるからびっくりする時ある。そうやね、無添加の時は、はい、で、でもいろんな企業が途中から参加してます。でもワンバナの違うところっていうのは18年やってます、うん、昔はオーダーメイド、全てオーダーメイド、その子に合わせてご飯とかやってきましたけども、うん、まあ、大体その子たちは17歳ぐらいまで着るんですけどね、うん、で明らかに手作り食にすると寿命が伸びるっていうことですよね、うん、まあ、今はトッピングも皆さんにおすすめしたりとかしてます。でここでね、皆さんにもお話したいなと思ってるんですけど、なぜ甘くワンバナが違うのかっていう話です、うん、で結局データが出てるっていうことです、うん、
だって途中で始めた、そこまでのデータが出てないと思うんですよ。ワンバラの場合はもうその子たちの県政とか、うん、その結果とかがもうデータとして出るからやっぱりすごいことなんじゃないかなと思ってます ね, で, すね。で、今その自分の中でその迷いや悩みっていうのはどこまでその広告とかね、うん、やったらいいんだろうとか、もっともっとアピールしたらいいのにって言っているんですけど、ただ私が思うのは文字ってすごく難しくて、うん、なんか書いたらよそと同じように見えたりとかするよね、うん、まあ、知らんかったらね、うん、そういう風に感じちゃうかもしれないよね、うん、だから、うん、本来の姿としては人から人へ、うんうんうん、皆さんこうやって見てくださる方々が、うん、誰かに自分の良かったことを伝えていただくということがいいのかなと思ってやってるんですけど、うんうん、ちょっとなんか去年すごい私自身も頑張れたんで、うん、この年に入ってからすっごく目まぐるしくって、うん、一瞬やったね、穏やかった。いやーもう私はずっと目まぐるしい感じ、まあまあ健康相談が分かるでしょ。もうやし、まあまあ次々いろいろね考えるまでもいいことですよね、うん、もうなんていうのチャレンジしないのもよくないし、次々って思っていろいろこうみんなで話し合ってみんなで同じ方向を向いて、うん、何よりもまずワンちゃんたちが健康に長生きしてくれるっていうこととか、飼い主さんが、うん、喜んでくただ喜んでくれるとかじゃなくてもなんかこう感動してくれたりとか、うん、真剣やしね、結構ねめちゃくちゃ真剣ですねここに飼い主さん真剣な方やっぱすごい多いですね。私も真剣、ね、うん、ね、そんなにこうのお店ってリアル店舗だけど、うん、最初の時にドッグカフェから移動して、大きなドッグカフェから移動して人気店から移動してきたから、うん、その時にカフェとかそういうなんかじゃなくってご飯とかですとかセレクトショップ、うん、本当に健康ってことを考えた、うん、店したいなってなんか思ってやり始めたから、ここの店ってすごく狭いし、うん、なんかベルカムな空気ないよね、ちょっと平行で、うん、入りにくいからまた始まるし、うん、目立ってないし住宅地だしみたいな感じでね、その中でも、ね、皆さ ん, なんか探し当ててきてくれるみたいな、すごいですよねあれね、ありがたいです。でもちょっとここでも考えなきゃいけないこといっぱいあって、うん、もっともっとなんかこうアピールしたりとか大きくやっていきたいな、うん、やっぱ18年の歴史ってやっぱすごいことなんで、うん、それをそのお伝えしないとなんか軽く撮ってる人もいてるよなみたいなことも思いますね、うんうん、で、ここでねはっきりさせて話せるっていうことは、まあ、そういう結果っていうことも伴ってるということがまず一つ、今日もブログとか LINE とか皆さんのところに届いてると思いますけれども、うん、まずそのワンバナっていうのはどういうことをやってったかというと、ドッカフェから始めたんですよね、うんうん、トリミングもやったし、うん、でそこの中で私がそのまず最初にやろうと思ったのは、うん、ワンちゃんってやっぱりね1年で5歳年を取るわけだから、うん、まずハッピーですね、うんうん、で飼い主さんとハッピーに暮らしてほしいなっていうのがあるから、うん、店で自分がその仕入れたんじゃなくって、うん、ワンちゃんたちがすごく美味しく食べて、うん、その場ですごく美味しく食べて安全っていうこともすごい大事ですよね、うん、なんかそういうことも考えてやったりとかねしてきたわけなんですけども、うん、でここでですね、まあ、ハッピーということでまず最初にケーキっていうのを始めました、うん、で今もワンバナの一つの仕事としては一年中やっぱりハッピーがたくさんあってもいいんじゃないかっていう考え方ですよね、うんうんうん、で、まあ、1月から始まってお正月おせち料理もあれば、2月は絵本も聞くバレンタインがあって、はい、3月はもうひな祭りがあって、うんうん、でもね毎月そうやってね楽しむっていいですよね、うん、まあ、SNS っていうのもあるんだけど、私はなんかそういうことがたくさん、うん、ちゃんと抱っこって言いに来たんですこの子抱っこ好きなんですよウエスティのところ抱っこ好きじゃないね、抱っこ大好き、うん、
自分も映らなあかん思ってんのな。そうかもしれない、分かってる感じ、はい、はい、そういうことでですね、ケーキとかその飼い主様と一緒にハッピーに過ごせるっていうことを考えてやり始めたりとか、うん、で次にそのワンマルがやったことっていうのはヘルシーっていうことですよね、健康に過ごしてほしい、うん、やっぱりあのワンちゃんの寿命ってそんなに長くないっていう、なんかねでもねギネスがあるらしいですけど、うん、ワンちゃんのギネスで一番年上の子って30歳なんですね、すごいね、何犬って聞かれたけど多分ミックスじゃないかなって言ったの。なんかでも長寿のこの間研修、あの研修でその長生きするっていうので順位は順番は覚えてないけど、プードル、パピオン、ダックス、ジャックラッセル、うん、ミックスやった、うん、順番がね、うん、順番はあれやけど、うん、でやっぱりねあの研修にもよるしね、うん、大型犬はどうしてもっていう話があるんですけど、大型犬ちゃんもやっぱりその食事を考えていた、大型犬だからやっぱりドッグフードになりやすいところがあると思うんですよ、量がいるからそういうことを考えたりするっていうこともあるし、あの私はどうしてもそのドッグカフェっていうこととかネットショップっていうことがあるから、あのデリカテッセンっていうのを考えたんです、うんうん、栄養を考えて、栄養っていうのはもう色ですから、すごく色合いが綺麗なあのご飯とかおやつですよね、カップに入ってるの、うんうん、それ考えたのがおせち料理の後やと思うから、多分14年ぐらい前ですかね、店舗でやり始めたんですよ。そうや ね、うん、でそれもあの多分デリカテッセンという形であのカップ入りでやったの、多分ワンバラが日本で初めてだったんです。そうね、当時はもうなんだこれみたいな時代でしたもんねデリカテッセン何それみたいな、お惣菜とか言われたりね、うん、まあまあそうなのかもしれないけど、うん、そうじゃなくて本当にあの選べるとか、うん、あの彩りの良いものを、うん、まあ、せめてそういうとこからあのご飯っていうことに結びついていくっていうこともすごい考えたりとかしてる、うん、でまー、あ、ちゃんもねやっぱお店に来て楽しみじゃないですか、うん、今日も今日は何食べようみたいな。いやでもね、もう本当にあの怖がりさんでねあの一番最初来てくれた時なんかもう緊張して震えて、スタッフから何かもらってももうよう食べみたいなっていう子がですね、もうだんだんこうなんていうの受け入れてくれて、しまいにはもうここでスタッフがおやつをあげても食べてくれるし、もう最初はもうこの撮影嫌やって言ってた、もういや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 って言い返ろうとしてた子がもう今はもう自分からスタスタスタ入ってきたらもうそのままずーっと入ってもすぐ台の上に自ら上がってくれるようになったり、オリジナルの背景セットの方にね、うん、上がるんです、これでしょみたいな、今日も撮るんでしょみたいな、はいはい、はい、はい、どうぞみたいな、おやつなってるよとか言ったでしょ。そう、めっちゃ可愛いなと思う。でワンちゃんってみんな分かってくれんねんなと思う、そういうあのなんか感じて、うん、安心したりとか楽しいって思って来てくれたりとかするかな。そうそう、休みの日に毎日のコスパね、行けるってよく昔から言われるね。え、お店開いてへんやんみたいなね、まあ、曜日、今日日曜日やから開いてるかとかいう感覚はないもん、ね、そうそう、休みの日分からへん分からへんからね、ワンちゃんもね、はい、もうでもね、あのとにかくあの心がけてることですけど、うん、あのオープンした時からそんなに真剣にやったわけじゃないけど、最初オープンしてる時からやったことっていうのはやっぱりあのワンちゃんの目線、うん、結構そのワンちゃんの目線っていうのを考える職っていうのがなかったので、ワンちゃんの目線、ワンちゃんが一番っていう店をやっていたかったんですよ。だからまあ趣味みたいになったんですけど、でも途中からやっぱり続けていくっていうことを考えた時にどこに進めばいいのかなって思った時に、ハッピーだったりとかヘルシーだったりとか、やってたらとうとう全国からお電話来るようになって、今はもう健康そうだって形したけど、その当時からそうやったんですよ、うん、で意外とお店に来てる方はなんか話を聞いてくれない、違うよって言っても聞いてもらえなかったりするけど、遠くの方っていうのはすごいって言っていただいて、うん、そこにあったら毎日相談行くのにってよく言われるけど、うん、もうそれがまあ全国に広がったんでしょうね、やっぱり。で一人の方が気に入ったらやっぱその地区で広がるから、うん、すごいなと思う、まあ、それがヘルシーっていうことですね、はい。で次今私がやろうとしていることというのは、まあ、店舗も広げたい、うん、あのなんで店舗にそのこだわるかというと、やっぱりあのネットに載ってたりとかすると
同じに見えるよねっていうのは確かにあるよね。同じじゃないのにって、結果を分析できるところってなかなかないっていうか、そんな希少例というか、ね、健康相談 もう初めて5年ぐらい経ちますね。お電話とか店頭で無料で健康相談を受けますっていうことをやり始めて、治すっていうことではないけど、共にね戦うというか、共に考えていくっていう、ご飯から考え直しましょう。細胞とか血液全部食べ物でできてるわけですからね。この子も見ようとしてます。見ていただいて分かるように目の周り、茶色いところないのね、赤くもないし、すごい綺麗ですよね。口の下もないし、お手手も全部、そうですね、だいたい手赤いですけどね。あ、そういうね、食事を整えることで、やっぱり皮膚の免疫もそうだし、自浄作用もそうだし、体の免疫力もそうだし、今のところも5歳ですけど、病気になったことはないので、ない。お腹の調子が悪くなったら、ビフィズスとか、こういうの食べますからね。そうですね、そうそうそう。そう。使ったりとか。そうそう、ふりかけないのがオーナメント。とかね、やっぱりそういうのがね、あるわけです。で、痩せる、太るも、結構ドッグフードでは難しいけど、手作り食では早いので、今、ベスト体重ですね。7.2キロでですかね。まあ、こういうとこもそうですけど、綺麗です。はい。まあ、そういうことから始まってるんですけども、私たちが今始めようとしていることは、この考え方や自分たちの経験、結果、知識、これを、広めていこうじゃないか。自分たちだけでやっててもガチあかんな。少数じゃないですか。でもあちこちとか、その自分たちと同じようにある程度喋れるようになってもらうっていうことはすごいことだなとか、それとか今回これ話をしてくださいってことなんですけど、アカデミーっていうのをやり始めました。去年の11月から始めたね。でこれなんですけど、2期ということで、開講するということで、超初級編っていうのをまずお試し編ということで受けていただいてるんですね、うん、これを受けないと初級中級とか受けていけないということで、これ1回コースなんですけど、まあ、破格なお値段ですね、3500円ということで、やることになります、うん、でこれが第2期です。で、まあ、第3期第4期でやっていくんですけども、今ちょっとワンバンの中でもその場所の問題とかがいろいろ出てきたので、まあ、そういうこともあるので、いろんなことを今試しそうとしています。いろんな人とも喋るしね。初級の一応3回コースが一旦終わってて、で次また中級も始まるんですけど、まあ、皆さんすごい勉強熱心でね。そうね、満足度はすごい高いみたい。だってインスタとか見てたらみんなスリッカでさ、こうやって撮れてるね。その使い方、お手入れの仕方とかまでやるので全然違うね、逆球とか、うん、なんかそんなんとかしてたりとかするから、私もすごく目につく。で、ご飯も本当にこんなご飯でいいのって思うようなことが本当に多いので、それとかこう腎臓で誰か予防をしませんかみたいなことを書かれてる方もいらっしゃるけど、私自身は業者なんで、うん、うちいいですよとは書けないから、うん、いいねぐらいしか押してないけど、でもそういうところもそうだけど、私は自分の愛犬に関しては、判断って飼い主さんが、自分で判断する、ワンちゃんのことを判断する、そこに後悔はないというところまで初級編っていうのを持っていきたいと思ってるんですね。で超初級編でもかなり皆さん感覚が分かっていただけるというか、そうですね、だから、こういうもんやろうって思ってることってあるじゃないですか、まあ、例えば、まあ、あんまりもう今の時代少ないけど、ワンちゃんにはドッグフードが一番いいんやって思ってる、いらっしゃると思う、まあ、お医者さんでもそういうふうにまあ、ね、おっしゃる方もいらっしゃるからかなと思うんですけど、でも本来は違うじゃないですか。それ毎日スタンドラーメン食べるのと一緒やけどね、とか例えば、フィラリアとかね、ワクチンワクチンにいいな、予防接種とかそういうのも1年に1回受けるのが当たり前って常識やって思ってる
こと、でほんまにそれが常識なのかなって、そういうお話とかもするんですよね。かなり濃いですね内容が、はい、ここにありますけれども、3月25日土曜日か4月1日くらいですか、土曜日の14時半から17時、はい、2時間半ですね、はい、3500円ということになっています、はい、でこれは本当にあのワンバナにぜひ来ていただく方は受けてほしい、受けてほしいです。うん、まああの遠い方はもうここからどうやって行くかって言ったら、もう本当にあのなんかズームしかないねっていうのを言ってるんですけど、まあとにかくあの行きはこれ受けてほしい、25日と4月1日です。もうあの申し込み聞いてますけれども、もっと受けてほしい、その2時間半、貴重な2時間半かもしれないですけど、この2時間半でワンちゃんとも一生の生活変わるから、うん、絶対変わるから。でやっぱりね、ちゃんと店頭でも聞けるし電話でも聞けるんだけど、飼い主さんもってさ人によるのよ、結局聞いてない、何回も言ってるでしょって言っても聞いてない、なんで聞いてないかというと、そこに興味がいってないというか、集中して聞く体制ができてないから、ここであの店舗で対応してることっていうのは、じゃあこれ食べたらいいですねっていうところら辺までしか分かってなかったりとか、本来はここを分からないと、基礎を分からないと判断できませんよということを知らない方がすごく多いですよね。だからこれは絶対受けてもらいたいし、はい、無駄はないと思う。ワンちゃんの持つの一生はこれで全然違うものになるので、お医者さん行く回数も絶対減るので、うん、あのこれは絶対受けていただきたいなと思います。はい、ということで、まあ、そのアカデミーというのをやっていくということになっています。はい、はい、いろんな項目があるので、ぜひ皆さんまたこれあげますけども、受けていただくようにご予約いただくようにお願いしたいと思います。はい、はい、では、もう一度、そうですね、今日は1時半まで行けます。1時半まで、はい、こちらひな祭りの商品ですね、ごめんなさい、21種類あるんですけども、ちゃんたくんも食べるよね、ちゃんたくん食べれるのもある、これもうここにこれ気にはなってると思う、ちゃんたくん食べれるのありますよ、どれどれのどれとかになるけどですね、21種類ひなあられだったり、ひしもち風テリーヌだったり、カップケーキ、まあ、大人気手まり寿司、今年初めて、発売したひな祭りオードブル、もう人間のもんと見た目全然変わらないやんっていう一度大福、もういろいろあるんですけど、そちらですね、通常お昼12時までにご注文いただくと、明日つくっていうことでやらせていただいてるんですが、本日はライブ配信ということで、まあ、スタッフみんな大丈夫ですって言ってくださいました。1時半まで即日配信です。今です。あと今1時10分、うん。あと20分あるんかな。うん、楽天、ヤフー、アマゾン電話も大丈夫です。お電話もいただいても大丈夫です。ワンバナひな祭りと検索してください。はい。でお電話番号06-6671-2555、こちらの方で、ご予約ご注文を受けたまわります。06-6671-2555 で、はい、自社サイトもありますね、はい、1時半まで即日出荷、明日ね間に合いますのでね、はい、ぜひご注文いただければと思います、うん、で、これに関しては4日ご注文の別に4日ご注文、うん、別にひな祭りに関係なく5000以上のお買い上げで、はい、冷凍物に関しては冷凍多いですからね、そう、冷凍が8割9割ぐらいですね、はい、お肉とかお買い求めいただいたら、これは別荘で、はい、常温で送る、送る、ああ冷凍やったら送るで、常温のものやったらそのまま入ってる、入ってる、いやこれ絶対使ってほしい、きっかけになる、すっごいほんま使ってほしい、みんなすごい喜ばれたみたいでしょ、店頭もすごい、ね、やっぱりこうこれのために5000以上にされる方もいらっしゃるかもしれない、いらっしゃいますね、うんうん、この機会にぜひ、はい、いないです、でも電話全然ならないね、本当やわ、ほんまならない、一体電話困るけど、でも誰も電話困る、昼間に06-6671-2555です、楽天もアマゾンもヤフーも、ネット上にはね12時までのご注文って書いてますけど、受け付けます、1時半まで即日出荷、明日楽、今日出します、明日つくやりますので、アマゾンもですね、はい、やりますので、ぜひご注文いただければと思います、ひな祭りです、ね、はい、店頭の方では、4日まで土曜日まで、4日土曜日まで、はい、すごい華やかにやっております、
楽しいよ。プチお食事会もみんな多分メキラーンってなしてワンちゃんもね、飼い主さんもえ何何ってなってくださったりとか、なんかねすごいいろんなこうアイデアをねまんまの出し合うんですけど、スタッフの皆さんのね、はい、アイデアです。素晴らしいですね。はい、はい、で次回ライブ配信152回目ですね、うん、3月16日木曜日、はい、次次回、はい、3月30日木曜日に、うん、またライブ配信の方をお届けしたいと思いますので。そう、なんかリクエストしてくれたらね、踊りませんけど、え踊りとかダンスとか言われても踊れませんけど、それはそういうのは、ね、大丈夫でしょうね。リクエストでママが踊ったらもういやできないいろんなことをね、あの知識として知りたい項目があったら言っていただいたら、まあ、その中でね、織り交ぜることもできますので、はい、ぜひね、リクエストもしていただきたいと思います。なんで見たこのリラックスとは、ほんま全身の力抜いて、ほんまどうやろ、かわいい、何やんたなご主義なん、かわいいなかわいいんですもん、みんなで出来合いして甘やかしてもね本当に、子供やとそういうわけにいかしつけなかった、しつけなかった、ワンちゃんがいや、何その顔してんの、ほんとかわいいやろ、かわいい、かわいくないわいや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 はい、ということで、終わりたいと思います、終わりたいと思います、ありがとうございます。かわいいなんだよ、リラックスドア、かわいいってハートいっぱい飛んでるよ、ちゃんと、うまいよ。